はい、梅です。こんにちは、どうどうも。今日はですね、こちらランドのですねハングルービアレストランに来ました。こちら来るの超久しぶりなんですよね。はい、こちらですねカレー専門店なんですけども、クリスマス限定メニューが出てるので来ました。早速行ってみましょう。はい、ハングルービアのクリスマス限定メニュー、ハンバーガーデックのハッシュドビーフ。カレーではなくハッシュドビーフになりますね。はい、楽しみです。行ってきます。はい、買ってきましたよ。こちらハンバーグとエッグのハッシュドビーフになりますね。なんとラージ L 大盛りしかないんですよ。さすがハングリービアってね、何ふさわしいですよね。これでね1208円なんですけども、つかみは OK ですね。カレーとかね、こういうハッシュドビーフで1200円ってどうなのって感じなんだけどね、ココイチなんかでもさ、トッピング、ね、2つ3つやるとすぐこのぐらいいくので全然 OK でしょう。めっちゃうまそう。いただきます。はい、ではいただきます。なんとここですね、すぐ後ろに見てクリスマスツリーがあるんですよ。ほらほら、いいとこ撮れた。はい、ほとんどすいません、ほとんど見えませんね。少し見せようか。よし、あ、これだこれだ、これいいね。よし、これでいこう。今日はこれはいいアングルだ。はい、じゃあ早速いただきます。いやー、さすが大盛りだね。めちゃくちゃ量ある。これは楽しみだね。めっちゃ甘そう。いただきます。カレーではないんだよね、ハッシュビーフだからね。じゃあこちらじゃあね、卵と一緒にいくよ。いただきます。あー、美味しい。デミグラスソースだね。めっちゃ美味しい。あ、なるほど。ねちょっとハヤシライスに近いね。トマトがすごい効いてる。そもそもさ、ハッシュドビーフとねハヤシライスの違いが俺には分からないんだけどかなりハヤシライスって感じですね。グランマサラキッチンでなんかありそうな味ですね。まあ似てるよね。すぐそこがグランマサラキッチンなんで、なんかねグランマサラキッチンとかこのハングリービアとか、このカントリー系の味がするよね。ハンバーグはですね、ちょっとフォークでちょっと、ハンバーグはスプーンにちぎってちょっといただきます。おー、美味しい。それでね、これめちゃくちゃ量あるね。何グラムだろう。大盛りしかないって言われて、おーと思って普通にじゃあ一つって言ったんだけど、これ半端ないよ量。ご飯1合以上多分あるね。1合が確かだいたい 300g なんだよね。でココイチのカレーが標準が 300g でないですね。佐藤のご飯が 200g で、佐藤のご飯の大盛りが 300g なんで、これね絶対に300以上あるね。すんげえ量ある。ハンバーグも多分これプリマハムだね。よくあるミートボールね、ハンバーグの形をしたミートボール。卵をね一緒に食べるとなんかオムライス、なんかスクランブルエッグとデミグラス、よくあるじゃん、スクランブルエッグライスデミグラスソースどれみたいな、そんな感じになるね。やばい、これめっちゃ量あるわ。これね大盛りしかないので、食べる人はこれね心して食べた方がいいよ。すっげえ多い。あとね付け合わせでねボイル野菜があります。これジャガイモかな。ハッシュドビーフだけあって、ビーフがちょっとビーフちっちゃいね。ぶっちゃけなんかビーフシチューとかビーフストローガンドフみたいにゴロンとは入ってないね。めっちゃ量ある。もうやっとこれ半分ぐらいかな。はい、今半分ぐらい経過しました。ビーフ、一応入ってます。一応ね。デミグラスはね、ぶっちゃけどっかで食べた味がするね。これプラザパビリオンとか
あとグランマサラとかで食べたようなそういう味がします。やばい、めちゃくちゃ量ある。朝ね、軽くパン1個と、さっき間食でちょっとだけ軽くねポテト食べたんだよ。だからガツンと主食は食べてないんだけど、初めての主食が今この時間で、今16時半ね。いや、これは多い。あと野菜は、これはブロッコリーかな、いやカリフラワーだな、カリフラワーが入ってます。食べきれっかな、やばいこれ。あ、ハッシュドビーフ、うん、ビーフとね玉ねぎが入ってます。俺これ食べたら相当あの満腹で、次の食べ物俺食べれないよ俺。やばい、苦しい。頑張れ俺、もうちょっとです。ちょっと休憩します。これ俺ね、食レポ始まって以来もしかしたら完食できないかもしれない、一人で。俺北斎とか桜でご飯3杯食べるこの俺が完食できない可能性出てきた。やばい、あー頑張ります。もうちょいもうちょい頑張れ。周りこれみんなこれ完食できてんのかな、こんな多いのに。結構完食してるなみんな。頑張ろう俺、やっぱ年取って俺食が細くなったかな。もうちょいだ、すごい量だな。これさ、ライスの量をね間違えてんじゃないっていうぐらい多いよ。もし時間があったら帰りにライス、これラージ何グラムかちょっと俺聞いてみるわ。もうちょいだ、頑張れ。最後の一口です。最後、うーん、完食しました。あー手ごわかった。はい、完食しました。うまかったです。はい、ハングリービアレストランの、スペシャルセット、ハッシュドビーフ完食しました。いやーうまかったんだけど、めちゃくちゃ量あったな。ちょっと途中ね食べきれるかヒヤヒヤしました。これはとにかく量があるので、本当にお腹空かした人だけおすすめします。これはねもう大食いの俺もねちょっとギブアップするかと思ったぐらい大ボリュームでした。まず味よりもそっちだね。で味はですね、デミグラスソースっていうことで、正直ですね、あのプリマハムのあのプラザパビリオンとか、あとはグランマスラキッチンとかですね、あの辺になんかありそうな味が正直しました。美味しかったんだけど、ちょっとやっぱね大盛りだと単調になっちゃうね。ちょっとね味がワンパターンで、なんかちょっとねあの飽きてきたのでちょっとね量が多いので、初めはいいんだけど、ね、ちょっと、ね、飽きてくるのでちょっとその辺が課題かなって感じでしたね。でね、俺はハッシュドビーフ、ハヤシライスとかよりもカレーライスが美味しいので、まあこれ、うん、カレーの方がいいかなって感じかな。でもハッシュドビーフの方がクリスマスっぽくていいよねって思いました。あとそれでね、あのこれ1回でガツンと相当お腹いっぱいになるので、あのクリスマスグルメ、いわゆる食べ歩きで500円ぐらいのフードをねちょこ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 といろんなものを点々と食べていきたいとか、そういう楽しみをしたい人には向いてませんね。これガツンとね、仮にね16時とか17時ぐらいにこれをガツンと食べてしまったら、おそらくこれ閉園まで何もいらないわっていうぐらい量多いので、もしくはお昼頃これガツンと食べてしまったら、これ夜まで絶対これもう何も食べたくないと思うので、いろんなものをね食べ歩きしたいっていう人にはちょっとおすすめできませんね、量が多すぎて。でもなんか集中的にガーッと食べて、この後アトラクション乗ったりとか時間もったいないからひたすら予定いっぱいで、極力 なるべくねあんまり物を食べたくないっていう人にとってはこれは合理的です。とにかくガツンとお腹いっぱいになるので、
はい、なのでそうやって時間を使いたい人におすすめです。いやでもね、ハングリーベアってなかなかねスペシャルメニュー出ないレストランなので、いいね、このクリスマス限定メニューがハッシュドビーフ、非常に良かったです。はい、でね、このようにねクリスマスツリーがある部屋もあるので、すごいなんかカントリー風味で、はい、店内クリスマス一色ですごくいい感じです。こちらの席おすすめなんで、はい、以上ハングリーベアレストランのスペシャルセットのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。